い、じゃあ洞窟の方入っていきましょうかね。ここがね、あんまりいい思い出がないんだよね。はいはい。宝箱がありますと。これがまあ地図だよね。OK です。薬草園の洞窟。はいはい。うわっ、カット。はい、 OK。 まあこいつらはまあ大群で出てくるけど、そんなに強くないかっていうほど。いや、キラーマシンがやばすぎる。あとブリザードか。ブリザードのザラキがやだ。こっちにもなんかある、なんかあるけど、なんも、ああ、抜くそうだけかな。まあなんかあったらごめんなさい。で、これ雫が垂れてるでしょ。これの下落ちると、って感じになります。主人公がいい顔してますね。はいはい、じゃあこれはやっていきましょう。って言ってこれがね、滑るんだよ。だから俺落ちるとやり直しだからめんどくさいから、一発で行きましょう。で、こっち、あの右行くと多分宝箱。マヒャドフライ厄介だね。カット。めっちゃ弱かった。ベキラゴン一発とマギまで片付いちゃうからね。やっぱね、ゼシカが呪文ほぼ無限に打てるのはでかい。おっとっと、危ない危ない危ない。はい、オッケー。100ゴールド。なんか騙された気分になるな。はい、じゃあやっていきましょう。はい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 。慎重にね。はーい、オッケー。まあ、それだけなんですけど。わお、怖っ。あ、別にこれ、あの、刺さってゲームオーバーとかないんで、さすがにそういうのはないんで。これはどうやっていくんだ。あー、まあ普通に行くなら、あの、奥の階段の方だよな。奥の階段に目指していってみようか。ね、この洞窟にね、どうしても取らなきゃいけないアイテムとかそんなになかったような気がするから、まあ、ここでしか手に入らないアイテム一つだけ、あ、もうあの心当たりあるけどさ、まあ、いや、カット。はい、 OK ですね。ブリザードやっぱり嫌ね。凍りつく息もね、結構ね、ゼシカが食らっちゃうんだよね。命の木の実いいね。これもゼシカだな。で、こっちかな。うん、そうだね。行きたいところはこっちですね。はいはい。で、ここはどうなってますか。なるほどね。もうなんかこの辺とか全然覚えてねえ。何？ああ、カット。はい、長い戦闘が。長いっすよ、戦。おお、1061だって。毒牙のナイフ。そんなレアなもん落としてくんだ。はい、回復で、今どこですか。そうですか。そうだとこっちな気がするんだよな。あー、なんか分かったぞ。なんか分かった気がする。ここさ、あー、2つ一気に落っこっちゃった。2つ一気に落っこっちゃっていいのかな。なんかダメな気がする。カット。うわー、キラーマシン。はい、オッケー。いやいや、手強いでございます。手強いです。はいはい、いくつもらえた。ほらすっげえ。
としたところ渡りたいってなるとまた一周してこなきゃダメじゃね。あ、でもここ登れっか。あ、登れないのね。ってことはこっちに向かいて、あー、どっちにしてもどちらにせよ戻らなきゃダメだった感じ。え、わかんねえ。まあいいや、とりあえず戻ってみましょう。で、こっち来ればいいんだよね。はい。うわー、カットー。いやー強い。いやー強いです。もうベホマラは無双だよ本当に。何、毒牙のナイフ、またかい。回復しなくて大丈夫だよね。で、つららを落としたことによってここは進めるようになりました。で、でこういうこと。ん、なんか俺、俺絶対的外れなことやったよね今。うーわ、今の子 いらんかったやん。いらんことしたな。カット。お、いいっすね、気持ちいいっすね。あんまり経験値うまくないなこいつら。うーん、こう意味で、うー、いらんことしたな。また行かなきゃダメじゃん。いやいや、もうなんかこういうのが多くなってくるんだよね、この辺になってくるとね。戦闘一回か、重いしさ。カット。はい、オッケー。もうダースウルフェンは仲間呼んだりするのね。よくは1145だって。で、ここに戻ってきました。で、左行ったらダメで、右に行くのが正解と。で、ここで BGM が変わるので、おそらくここの階がゴールでしょう。全然覚えてねえ。どうやって行くんだ。で、この階に確かね、ここでしか手に入らない宝箱があった気がしますよ。カット。はい、オッケー。ね、この2体だけでもだいぶ重いっすね。静止か大丈夫かな。ちょっととりあえずこれは登ってみましょう。で、多分あの宝箱が例のやつだと思うんだよな。はい、ということで氷の刃っていうのが手に入ります。これ探検なんですけど、使うとヒャダルコになります。呪文節約したいってなった時のチャソにいいんだよな。レギラマぐらいしか覚えてないしね。どうしよっか、ククールでもいいんだよな。でもククール弓で忙しいからチャソにもっと動いてもらおうか。で、このそんなに後ろに置いとくと使うのがめんどくさいからガーターベルトと交換です。はい、じゃあそんな感じでいきましょう。で、ここにもう用事はないから、どうすりゃいい？どうすりゃいい？どっから登ってきた俺。あ、そこ戻んなきゃダメなのね。めんどくさいなぁ。うわぁ、カット。はい、オッケー。ヤンガス狙われすぎでしょ。ほぼマックスだったのにさ、普通に瀕死状態まで持ってかれたからね。こっち行ってみたらどうなる？あー、なんか的外れなことをやってそうな気がする。なんかこっちじゃねえ気がする。すげえこっちじゃねえ気がする。あー、でもどちらにせよこれを開通させないとダメかな。これでさっきのとこ戻ればいいのかな。あー、こいつらめんどくさいんだよな。魔法カンタやってくるからさ、そう、逃げられるのが一番いいのよ。魔法カンタとかほんと卑怯くさいよね、ほんと。ね、アタックカンタみたいなのがドラクエ9にあったっけ、そういえば。忘れたけど。
なんかそんなのがあった気がしますよ、どっかの作品に。それもなんか卑怯だしさ。はいはい。またかよ、もう。カットじゃなくて逃げる。はいはい、ここまでやってきましたけど。え？何の、え？何の意味もない的な感じ？え、そんな展開ですか？それはないよね。こっちに渡れましたけど。渡れました。あ、わかった。あー、もう、もうちょっとなって答えじゃないかな。カット。おー、ちょっと待って、これはどうしたらいい？逃げる。ねえ、逃がして、ま、ちょっと待って。待て。おー、よく逆に一人生き残ったな、おい。あー、やべえな。次逃げられなかったら終了かもしれない。怖すぎ。ちょっと待って、やばい。ちょっとさ、今さ、深夜収録だから、そんなでっかい声出すとさ、苦情来ちゃうからさ、もう勘弁してよ、もう。危な、怖。いや、怖いよ、ちょっと。います。はいはい。トーポならつららの隙間から中に入れそうだ。トーポの中に入れますか？入れましょう。はいはい。人が倒れている。寒さに震えている。じゃあまあなんとかしてここまで、人間が来れそう、来れるように手はずすればいいってことだけですね。つうことで、まあ、都合よくつららかなんかが起こしてきてくれませんかっていうことで、ここでガツンと一発はめるわけですね。で、多分トーポがこうやって登場するの、これ最後なんじゃなかったかな。ということで皆さん、よく目に焼き付けておいてくださいね。もう一回ここに来てね、トーポを走らせるなんてことは絶対しないんで、もう、ね、皆さん目に焼き付けておいてくださいね。これトーポも滑るんだろうか。あ、トーポは滑らないんだ。粘着があるんだね。さて、じゃあやっていきましょうかね。もうブリザードにはもう会いたくない。もう頼むからブリザードだけはやめてほしい。言ってるそばから出るな。カット。はいはいはい、オッケーですよ。もう怖くてしょうがないよね。アイスビックルとブリザードの組み合わせが一番嫌だかもしれない。まあ、それにキラーマシンなんてね、加わった暁にはもう、なんやねんそれって話なんだけど。さてと。私、奥にその薬師、ウラッとこの洞窟で薬草の採取をしていてやら、突然狼に襲われて。ああ、なるほどね。その袋はまさか、君たちその袋はメディという人から預かったものでそうです。使う。見慣れない薬草が入っていた。やっぱり薬草か。ちょうどいい。本来なら薬湯にして飲むものが生のままでも。それは結構まずいんじゃないのか。そのまま食べてしまった。うえぇ、口からメラミって感じだったね。粉になってなかっただけマシか。あれは 目や鼻にでも入ったらひどいことになる。ほうほう。
そんなことはないんですけどね。はいはい。8体いるんだよ。8体か、多いなおい。氷の刃、オノムソウ、ベギラゴンのバギまで総力戦です。そう、氷の刃はね、無料ヒャダルコですから強いっすよ。1体だけか、あと1体オノムソウでいけるっしょ。はい、オノムソウ売ってや。はい、オノムソウ売ってや。早く早く。ちょっと向こうの好き勝手にさせてますよ。ちょっと、はい、オッケー。はい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 。さすがに後列はダメだったか。てかヤンガス、いまだに鋼の盾っていうのを忘れたけど、鋼の盾なんだね。ごめんなさいね、貧弱装備で。オノムソウ、ベギラゴン、バギマ、これでいけるっしょ。いけ。確かに賢者の血を感じるが違う。本物は別にいるはず。真の賢者を探すのだろうと。真の賢者。ということで、オークスニスに戻ります。はい。もう宿屋に泊まりたいでげす。はい、迷惑ついでにちょっと君たちの話しようかな。お茶なんだから、とりあえず私の夢。はいはい、了解です。あ、ここもう行けるのね。右の右でしたっけね。私とメディの関係について話しておきます。はい、隠したわけではないんだが、実はあの人は私の母親なんだ。あの山小屋の裏にある遺跡、本当ならば私は母の後を継いであれの守り人になるはずだったんだ。それがどうしてこの町で暮らしているのか。私は家を母を捨てた人間なんだ。私は母から学んだ薬草の知識を人々の役に立てたかった。だがあの山奥にいたのではそれは難しい。そこで私は家を出てこの奥に住む薬師として人々のために尽くす道を選んだ。しかし、夢を叶えても私の心は晴れなかった。母一人を残して家を出たことが後ろめたかった。そして今日君たちが母からあの袋を託されて私の前に現れた。本当に嬉しかった。母が私の生き方を、認めてくれたような気がしたから。いつでも子供のことを見守り、 その子が困っていれば助けようとすれば親なんてのは強いもんじゃよ。で、身の上話をする場合、するために忘ればここまで呼んだのかね。何か頼み事でもある様子だったが、あ、すまない。実は母に関わることで、どうしても気になることがある。君たちも聞いただろう。狼に襲われた時に聞こえたあの不気味な声よ。あの声は私のことを、指して、賢者の血は感じるが違うと言っていた。真の賢者を探しているとも。実は私の家系にはかつて暗黒神を封じた賢者の一人の血が流れている。そして同じ血を引く者は私以外なら母しかいないはず。ならば真の賢者というのは、そう考え始めたら母のことが気に、心配になってきて、とにかく様子を見に行こうと思うんだ。どうだろう、君たちも一緒に行ってくれないか。私一人では心細い。はい、了解です。ということで、次に狙われているのはメディおばさんのことなんですね。病人を一人見てもらえないか。またこんな学校で言うつもりで風邪ひいて当然だろ。こいつ。了解です。
その前にですね、リブルアーチに行ってゼシカの装備をね整えてあげたいんで、ちょっとリブルアーチに寄ってから行きます。まあメディオバさんのうちはルーラーですぐに行けるので。あれ、確かそこから出れるよね。はい、ということで外に出ましょう。ゼシカの装備変えたかな。リブラッチ武器屋までカット。はい、やってきました。武器屋というか防具屋ね。なんとかのビッシュが買えませんでしたか。わあわあ、こんな高かったのあんた買えねえじゃねえか。売ったらなんとかならないですか。氷の刃なんか絶対売りたくねえしな。マジか、マジか。クロスボウいらないとりあえずクロスボウいらない。マジか。ちょっと待って、ちょっと待って。袋でなんか買えないですか。祈りの指はいらないよね正直ね。うさぎワモールもいらない。悪魔の尻尾なんか使いそうだからな。買いカビも多分使わないだろうけど、多分売ったところでとは思うんだよね。うさぎの尻尾いらない。顔面は使えそう。金のブレスレットも今さら使わないよな。金のロザリオもいらない。冷たいチーズもいらない。テンペラソード多分これ二度と売れそうだよね。ちょっとこれこういうのに弱いからさ。鉄の釘もいらんでしょ。毒結霜もいらない。魔獣の皮なんか使えそうだから残しとく。理性のリングレンネットのこの美味しいミルク、小さなメダル、バニースーツも多分あれだよな。魔法の方位どうか。氷のチーズ、キメラもいらないよね。魔法の先生もいらないんで。銀、聖銀のレイピア、いらないよね、いらないよね。毒ガンのナイフもいらない。多分これで買えるんじゃない。めっちゃ売ったな。おお、すげえすげえわ。じゃあ魔法のビキニゼシカ、はい、これでゼシカは少しは強くなったでしょう。はい、じゃあメディオバーさんのうちにと思ったんだけど、回復してないよね。してないけど、まあこれをやっていけるか。いっちゃえ。